とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエスト行きたいと思います。これ。シーズンチャレンジですね。報酬が、まだハテナなんですよね。で、多分、弓かなこの形は。ここに行ってみたいと思います。で、今、ゲットしてる今年のハロウィン装備がこれ。最も飢えたホラー、そして絶叫のクロスボウですね。クロスボウはかっこいいんだけども、ホラーの方が、なんだこれは本当にかっこ悪い。二日酔いみたいな感じになってるじゃん。よろしくないね。で、防具は多分まだあと一種類あるっぽいので、それもね、出てきたら挑戦していきたいと思います。まあ、とりあえず、行きましょう。それでは行きましょう。ナイトモードですね。ちょっときついと思うので、怒りで行きます。怒りはね、今修正はされたんだけども、全然強いですね。まだまだ使っていける装備です。あ、防具、無防にしようか。いや、いいか。うん、無防なしで、ノーマル状態で行きます。やっぱりちょっとナイトモードはきついので、無防だと、囲まれた時がきついんだよね。なので、通常状態でいきます。まあ、これもね、デスバーター入ってて、結構安定してやっていけるので、大丈夫でしょう。うん。で、この防具ね、デスバーターをさ、デスバーターをタンブルビーに変えようかなとも思うんですよね。雪玉結構いいから、そうね、そこをちょっと、変えようかな。変えることがね、結構容易にできるようになってるので、ちょっと選ぶのが楽しいですね。一応キャプテンは探しながら行きますね。別に、シーズン報酬には影響はないんだけども、まあ一応ね、楽しむためにやっときましょうよ。じゃあ、最初のうちにね、1体ぐらいいてくれれば嬉しいんですけど、多分いるね、ここ。奥の方にいるような気がする。序盤でまず1体ぐらいはいると思うんで。いや、いないか。全然名前、あ、いたいたいた。よかった、よかったわ。名前が見えないからちょっと心配した。ちょっと待って、霊気がうっとうしい。どこだ霊気。倒した。あ、倒したね。どこ。いた。よし。オッケー。いけました。さあ。まずは脅威から。あ、そうか。脅威は、ちょっと待って。取るときの表示が見えない。本当は見えてるらしいんだけどね。細すぎて、わからないんだよね。神秘の方は、まあ、ギリ見えてんだよね。よし。まあ、とりあえず1体は確保しましたね。どんどん行きましょう。お、いるね、これは。いた。イエイ。よりナイトモードだからね、これ、旗取るときもちょっと一苦労なんだよね。敵がめちゃくちゃ出てくるんで。よし。脅威が2。いい感じ。いたー。じゃあ、いいね。お、速度早いな。お、またいる。近くにいるね。あっち側か。ちょっと取りましょう。脅威3。難易度だけ上がってきたね。どこ？あ、いた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 。いました。オッケー。あー、固まった。危ね。終わり。さあ、最初の神秘は、モブ HP100% 増加。おお、いいね。なかなか、いいやつが出てきたよ。あぶね、いった。攻撃力結構エグくなってきたね。そうか、そうか、難易度上がってるからね。ちょっと厳しくなってきたよ。残り2体は多分ここだな。いるかな、奥の方に。
いないこともここあるんで、まあまあいることを願う。ちょっとやたら出てくるね。やたらちょっとえぐいよ。オッケーオッケーオッケー。やっぱりね、うん、弱体化されたとはいえ、怒りがやっぱ間違いなく強いね。使いやすいし。あ、まあ人によるか、使いやすいかどうかは。俺はすごい使いやすい。けどね。この攻撃速度がちょっと遅いなっていう人も、まあまあ中にはいるのではないでしょうか。しゃあ。いるかな、極力いてほしいところだけども。でも敵の HP100% だから、一発で倒せないからね、ちょっとリフレッシュの効きが悪いかな。でも、大丈夫。こういう時のための、あれだよね、勇者だよね。勇者まだ、作ってないんだ。263はね、一応持ってるんですけど、まだね、黄金をね、もう少し、厳選したいんですよ。できれば、中途半端なやつじゃなくって、最高のやつを使いたいんでね。オッケーオッケー、まあまあ、タワーも回っていかなきゃいけませんね。まだまだ。いた！オッケー。どこだ？いたね、あそこだ。オッケー。よし。いいかな？しゃあ。ちょっと待て。取るまで待ってよ。ちょっと待て、取れないじゃん。ちょっと待てって。ああ。取らせて。オッケー。何？何がついた？あ？あ、再生を持ってますか。はい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 。ちょっと耐久力が増えた感じですね。あ、いきなり再生持ちのネクロがいた。よし。硬いんだって。再生のネクロは硬いね。いない？いや、いそういそういそう。やった、いた。やべ。危ねえ。よかった。見てくれました。どーこだ？あ、いたいた。ここだ。よっしゃ。おお、減るねー。うん、硬っ。むちゃくちゃ硬い。よし。ちょっと待って、取らせてね、まずは。何？プレイヤーダメージが 20% 減少。あ、まあまあ、ちょっとマイルドなやつが、ついちゃいましたね。40% ぐらいでも、まあまあ良かったんですけど、あとクリアするだけなんでね。では、ゴールももうすぐ近くでした。クリアしましょう。あとは、この上に行っておしまいと。オッケーオッケー。問題なし。です。ね。はいはい。危ない危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。危ねえ。TNT 食らった。では、旗全部取りました。クリアでーす。それでは、報酬、なんだ、新装備は、ネバネバの弓。ネバネバ。おい、ネーミングセンスはどうした？全然ないぞ。俺の方がまだマシじゃないか。ピンクスコーン乗れる。はい、じゃあ、性能を見てみましょう。バブルダメージと、複数に当たるんで、バブルバースターですね。バブルバースター。うんうんうん。下のエンチャントはクールダウンショットがあるんで、バーストボーストリングと、あれか、ロールチャージでも入れときゃいいでしょう。うんうんうん。見た目は？微妙な気がする。ちょっと待って。これはバブルバースターの方がいいかな。なんか、ただ普通の緑色の弓みたいな感じで、わかりづらいな。わかりづらい。まあまあ、でもいいんじゃないですか。ネバネバの弓でした。
まあ、とりあえずこれで3つ目の季節装備が出ましたね。多分あと1つ2つぐらいあるんじゃないかな。近接とかもなんかありそうな気もするんでね、あの写真を見た感じで。ではそれもちょっと探しながらやっていきたいと思います。今日はこれネバネバの弓ゲットしました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。